はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。今回プレイしていくのもプロ野球スピリッツ2015の高橋由伸でのスタープレイヤーモードですね。早速始めていきましょう。今日は DeNA との一戦ですね。先発は久保です。ストレート、スライダー、シュート、カーブ、フォークと変化球かなり多彩ですね。カットボール、チェンジアップも持ってるというピッチャーです。先発マスクは小林が被ってますね。オーダーはこんな感じです。ベイスターズは4番サード筒香ですね。キャッチャーでのプレーも楽しそうですね。球種とコースを指示。これから東京ドームです。セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ対。さあ、まずは1回の表 DeNA の攻撃からです。まずはジャイアンツの先発内海が立ち上がりの配球なんですが、小宮山さんはどのような考えを持ってらっしゃいますか。まあ、低めでストライクをきちんと取れるかどうかっていうのがポイントになりますよね。その低めきっちり投げることができるんでしょうか。これで8試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。1回の表、DeNA が1点先制してますね。一方のジャイアンツの方は打席には3番バッター、ツーアウトランナーなしで3番、前回のゲームでマルチアップダウンを記録しています。打点ランキングは6点差まで迫ってきているか。今日の先発ピッチャーは久保、ここまで7勝をマークしています。まずはスライダーから変化球できました。次はフォークですね。変化球外れます。さあ3球目は何か。ストレート148キロ、さすがに好調だけあって打ちにくそうなボールばっかりですね。ここまではこれは松本定位置からバックして取りましたね。飛球としてはちょっとでか大きかったんですけど、もうちょっと低弾道でいっていればというところですか。ジャイアンツ4回裏の攻撃になります。引き続き久保との対戦です。バッターは高橋。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。まずは外角フォークから入って1点ビハインドで迎える4回の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。まだ1点差ですからね。したんですけど ね、 ね、そうですね。その後のストレートは空振り。ボールが少し浮いてしまいました。次が5球目。これなんとか当てましたね。またファウル。うわ、完全なボール球ですね。ワンアウトです。ただジャイアンツの方は同点に追いついて、ワンアウトランナー一塁で高橋を。3番高橋。一塁ランナー誰だったの。ピットでランナーを一塁に置いています。今日の先発ピッチャーはジャイアンツ亀井ですね。そしてベイスターズが久保、この2人の投げ。どうだこれは、入ったんじゃないか。入ったか。よっしゃー、なんだろう、フォークかスライダーか、いずれにしても変化球でしたね。試合の流れをぐっと引き寄せる一発となりました。低めでしたが、なんだろう、ストレートではなかったです。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、ちょっと握りを体をうまく回転させて、見れない、ライトスタンドにボールを置きました。しっかり振り抜けてましたし、距離も完璧でしたね。このゲーム中盤、ここでリードを取りました。よし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 。あとで配球が出たらちょっと配球も確認しておきたいですけど。7回の裏、ジャイアンツの攻撃です。そしてベイスターズはピッチャーが変わります。背番号24、林が2番手としてマウンドに上がります。さっきの配球はスライダーですね。先ほどは期待に応える見事なホームランでした。
配球はご覧の通りです。もう少し林は絶不調できる。初球甘いコースバットは出ませんでした。甘いコースではないだろう。まあ、ここは際どいコースも含めて狙っていく感じになりますね。スライダー空振り。さあ外してくるのか。これは本当にギリギリ外れてくれた感じ。フォークボールですね。ここまでスライダーフォークと、まあ、ここは狙いも決めつつストレートで来るか。それ以外にも対応する感じになりますね。同じところにフォーク投げてきた。バッターは何を待っているか。これは厳しい。セカンド取る。アウト。ワンアウトです。結局ストレートは一球も来ませんでしたね。打順は5番田村。今日はまだ当たりがありません。最後9回の表。ツーアウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。ナイスボールですね。158キロのストレート。3ボールナッシングからフルカウントまで戻しました。ライト方向を流しました。ライト前ヒット。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは2塁到達。田村、これが今日の初ヒット。2アウトランナー2塁。そしてロペスですね。バッターボックスのロペス、今シーズンの得点圏打率は2割2分。変化球打っていった。落ちるな。ワンバウンドヒットになった。バックホームするセンター前ヒット。これで4試合連続安打。ホームランが出れば逆転という場面ですね。ツーアウトランナー3塁1塁。さあピンチは続くショート、ただこれは坂本がこれで3アウト。試合終了。2点差を守り切りました。ジャイアンツが僅差で勝利を収めました。これは今日ヒーローショーでしょう。なんとか逃げ切りました。西さん、打つと手を争う好ゲームでしたね。見ているファンも満足したんじゃないでしょうかね。本当ですね、よく点差を守りましたよね。まあ見ているファンもね、打つみと吉野部じゃないと思いますよ。そのいい流れ、明日も期待しましょう。勝ったジャイアンツ、接戦を戻りました。村高い。一方の DeNA ベイスターズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツが。エルドレッドもサヨナラホームラン打ったんだな。さて、第2戦に向かいましょう。今日の先発は山口ですね。山口も前回の対戦ちょっと打てなかったイメージありますので、なんとか攻略していきたいと思うんですが、ストレート155キロか。スライダー、シュート、カーブにフォーク、チェンジオフペースにスピットも持ってますね。なかなか攻略するのが難しそう。ただ初戦 DeNA との初戦の試合で久保からホームラン1本打ってるっていうのはかなりこの3連戦気が楽になりますね。このままなんとかホームラン王
打率はちょっと難しいかなっていう感じがするんで、ホームラン王と、あとは打点王をね、狙っていきたいなと思って。東京ドームからお伝えしてまいります。沢村の立ち上がりはどうかというところで、DeNA のまずはジャイアンツの先発、ね、回の沢村が東京ドームのマウンドに上がります。小宮さん、やはり立ち上がりがきっちり抑えられれば流れに乗っていけると思うんですが、いかがでしょう。そうですね、どうしてもピッチャー立ち上がりって手探りで入ってきますから、抑えると抑えないと大違いになります。前の試合も荒波に1回の表ヒット打ってましたけど、やっぱり調子いいんだな。うわ、沢村もこれ1回の表に6点取られてますね。バッターボックスには3番高橋、現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。ツーアウトランナーありません。これスライダーです。そしてフォークボール、落ちるボールはこれは外れています。わあ、これスライダーだな。3球目打ちました。この打球は落ちるか、どうだ。グリエルが取ってる。取って3アウトです。これファーストとかが取った方が絶対いいだろう。もしくはピッチャーが。3番バッター高橋。さて引き続き山口の対戦です。先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。ヒットでランナーを1塁。これカーブですね。センターに打球伸びる。甘いところに入ってきたんですけど、ワンアウトランナー1塁となりました。このまま完封を許すのか。ただノーアウトランナー2塁1塁。バッターボックスは3番高橋。ここはちょっとなんとかね、この回あたり一気に点が取れればまだまだ試合を分からなくなりますよ。まずはフォークから入ってきた。今シーズン得点圏での打率は3割4分。このストレートはちょっと打てないですね。150キロのストレート。さすがクリーンナップですね。このリットはあまり落ちがなかった。はい、期待しましょう。打ちました。大きな打球になった。これはどうか。センターが取りました。ワンアウトランナー二塁一塁。チャンスだったんですけどね。3点差まで詰め寄ってはきてます、ベイスターズ。さあマウンドを。そして岡島だ。ちょっと久しぶりなんで岡島くんの投手データ確認しましょう。ストレート143キロ、チェンジアップ、カーブ、シュート、スライダー、フォークにチェンジオブペースですね。元巨人の岡島、メジャーにも変化球できましたね。インコース決まった。3球目見送っています。ボール。さあ次は何で来る。これは失投ですね。うわ、でかっ。144メートル弾。失投が来たので、うまく合わせることができました。近くまで運んでいきました。1点返しました。ジャイアンツ6対4になりました。いや、完璧に取れました。当たりだった。見事なホームランです。そうですね、今のバッティングご覧いただきましょう。いや、本当にうまく反応しましたよね。これで2点差へと迫りました。これ当たりがすごかったな。うわ、すごい。144メートル弾。お、そしてこれ最後のバッターになってしまうのか。さあ、そして高橋、この打席でホームランを放てば今シーズン40本。三上ですね。さあ、初球は何か。フォークボール。第2球はストレート。148キロ。手を出しました。ノーボール2ストライク。なんとかヒット1本打ちたいですね。あー、よく見ましたね。148
144キロのストレート、2円2から、ここもファールです。チェンジアップかな。ここは際どいところも打っていきますが、明らかなボール球は見極めたいですね。おお、いいですね。センター前、センターへ投げる。これでマルチヒット、ツーアウトランナー一塁。その後阿部が凡退して、まあ試合には負けてしまいましたけど、ジャイアンツ痛い敗戦となってしまいました。西さん、最後まで粘りを見せていたんですが、残念ながら敗戦となってしまいました。ただ本当特大のホームラン打てたんで気持ちよかった。誰か家に来たぞ。あー、かわいいね。食べます。いやー嬉しい、こんな嬉しいことはない。続いて読んじゃおう、読んじゃおうか。フードコーディネーター、この二人似てない？黒沢あかねちゃんとこのゆりはま、なんて読むんだろう。仕事の依頼しよう。ガンガン仕事の依頼してこう。4000万ありますからね。ちょっと可愛らしい子をちょっと積極的に。送料とか絶対いらないし。まあこんなところかな。さあ、第3戦に向かいましょう。伊能ですね。しっかりと頑張っていきましょう。伊能も好調をキープしてますね。もう伊能とは何度も対戦してるんですけど、この DeNA との3連戦最後伊能と叩いてですね、まあ昨日の試合負けてますから、2勝1敗勝ち越しで優勝に向けて突き進んでいきたいと思います。ゲーム差は10ありますので、まあ10連敗するとかね、そういったことがない限りはもうほぼほぼ優勝確定かなとは思ってるんですけど、あとは由伸自身の個人タイトルですね。ジャイアンツの先発は大竹、そしてベイスターズ1番荒波。この3連戦の第1戦第2戦はいずれも初回にヒット打ってますから、この荒波今日はどうかな。今日はこれは長野センターを抑えます。センター掴んでワンアウト。ただそれでもやっぱ初回に4点取られてるな。前の試合6点取られましたからね、沢村が。さあそして高橋、この打席でホームランを放てば今シーズン40本。まずは内角低めストレートボールですね。うわ、ゲッツーだ。セカンド取った。二塁送球、セカンドフォースアウト。
一塁転送はアウト、ダブルプレー。スライダーだったかな。バッターボックス高橋、さっきはダブルプレー食らいましたからね。ワンアウトランナーありません。初球ボール、インコースに持っていきました。低め外れました。2ボール1ストライクから第4球ヒッティングカウント、これ落ちるボールですね。ボールカウントは2ボール、ストレートが来た時に振り遅れないように、インコースを落としました。フルカウントです。これはいいところにいた。よし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 、うまく流し打ちですね。これで9試合連続安打、ワンアウトランナー一塁です。バッターは3番高橋、先ほどの回はシングルヒット、先ほどの打席でヒットを放っています。ワンアウトランナー一塁です。スプリット、このスプリット今の切れあったな。次が2球目、そして落ちるスライダーと低めに先行です。落ちるボール2球続けてきました。次が3球目、うわファウルになります。落ちるボール甘いボールでしたけど、変化球低めに持ってきましたがボールになります。ツーシーム、スリーボールツーストライク。6球目は何で来るか、これもファウル。まあ、フルカウントは案外ボール球も来ますから、しっかり見極めたいです。ボールですね。これがフォアボール。フォアボール。得点圏にランナーを進めて。さあ、ジャイアンツ4点差を追いかける8回の裏の攻撃。高橋由伸からの打順ですね。さあ、マウンドに上がったのはエレラ。昨日、京都連投ということになります。さあ、エレラ、確認しましょう。ストレート154キロ、スプリット、カーブ。まあ、しっかり攻略したいですよ。ツーシームとチェンジアップ、これ見る限りストレートと落ちるボールが主体のピッチャーっぽいですね。あとたまに来るであろうカーブ、これをきっちり打てれば球種は多くはない。基本ストレート落ちる球、そしてカーブというふうに考えておけばいいですかね。あっという間にツーストライクです。打ちました、セカンド正面のゴロ、打ちだ、アウト、ワンアウト。ここまでか、無念。残念ながらジャイアンツ敗れてしまいました。小宮山さん、今日はピッチャーが崩れてしまったのがもう一番の敗因でしょうね。そうですね、もうこういう試合になるとどうしてもまあ後手後手に回ります。この DeNA との3連戦、個人的にはなかなかいい成績、ホームラン2本、しかも特大のホームランも打てたというのもあったんで、良かったかなと思うんですけど、チームは1勝2敗と負け越して終えています。はい、というわけでですね、今回は DeNA との3連戦をお届けしてきました。次回はドラゴンズとの3連戦、初戦は最年長投手、最年長現役選手と言ってもいいですね、山本昌人対戦をしていきたいと思いますので、そちらの方もぜひぜひお楽しみにしていただければと思います。というわけで今回はここまで。